おーい、けるやん。チャット GPT の無料版を使ってて、今まで GPTs めっちゃ話題になってるけど、自分使えないんだよなって思っていた人は、コンパイロット GPT 無料で使えます。さすが、マイクロソフト。やっちゃってるわ。すごいワクワクしている。この気持ちは何なんだ はい。ということで、ちょっと緊急で動画を撮っているんですけども、実は Microsoft Co-Pilot に Co-Pilot GPT というものが実装されたということで、まあ僕のその Co-Pilot の画面を見たら、実際 Co-Pilot GPT というのがリリースされていたので、ちょっとね、触っていこうかなと思います。で、今はこれ動画撮ってるんですけど、全然この動画を撮るまでに触ったりもしていなくて、実際何ができるのかっていうのがあんまりよくわからないんですけども、この動画で触りながらね、どんなことができるのかっていうのを見ていこうかなと思います。 はい。で、ちなみに CoPilot GPT なんですけど、まあもともとそういうものがリリースされるよっていうのは言われていて、で、Chat GPT の方でもうすでにね、GPTs っていうのがリリースされていて、めちゃめちゃ世界中で話題になってるんですけど、それと同じようなものですね。それが、その CoPilot の方にもくっついたということで。で、これ使うには CoPilot Pro に入っていないといけないんですけど、僕は前から CoPilot Pro に入っていて、ここのとこね、CoPilot Pro ってなってるのがわかると思うんですけど、えっと、これです。CoPilot GPT を表示ということで、こんな感じで、 まあ、いろんなコーパイロット GPT みたいなのが、まあ、デフォルトでこんな感じで入ってて、で、新しいコーパイロット GPT を作成するっていうことで、自分の GPT をね、作ることができるような感じになっています。おー、すごい。まあ、ここから作れるってことですよね。そうすると、まあ、ここで、まあ、コーパイロット GPT ビルダーということで、チャット GPT と同じ感じですね。チャット GPT でも。 GPT ビルダーみたいなのとやり取りして作ることができたんですけど、ここでも同じようなことができるっぽいです。ちょっとやってみましょうか。ブログ記事を書くための GPT を作ってくださいと。チャット GPT の方だと、この GPT ビルダーっていうのが英語なんですけど、コ o パイロット GPT ビルダーは日本語なんで、この辺も使いやすくていいですね。チャット GPT の方でも日本語でやり取りしてくれっていう風に言うと、日本語でやり取りしてくれるんですけど、まあでもそれもね、毎回言ってるとめんどくさいので。 おおでも同じ感じですね。まず名前を提案してくれると。まあ、ブログライター GPT はいかがでしょうかって言ってるんで、OK。出しましょう。どうやら流れ的にはチャット GPT と同じっぽいですね。本家の GPT 図とほぼ同様の感じですね。 うん。で、もうちょっと詳しく教えてくれっていう話ですね。ちなみにこれ GPT ビルダーっていうのとやり取りしながら作ってますけど、こっちの方の構成で、やっぱり同じですね。チャット GPT の方と同じで、個別に設定みたいなのができるらしいと。おお。まあ、ここでもちょっと喋りたいことがあるけど、もうちょっと触ってからにしようかな。まあ、さっきの AI とやり取りをすることで、この辺っていうのを自動的に AI が設定していってくれてるっていうイメージですね。どのようなブログ記事を書くのが目標ですかということなんで、SEO に通用い。 ブログ記事を書きたいですと。おー、いいやん。なんかチャット GPT で散々この GPT 図って触ってるんですけど、なんでこんなワクワクするんでしょうね。新しいものを触るって。なんか UI 変わっただけでコーパイロットにくっついただけなんですけど、それでもすごいワクワクしている。この気持ちは何なんだ おお、なるほど。まあ、強調すべきことや避けるべきことは何ですかと。まあ、NG のルール的なことですね。まあ、コンテンツを丁寧に書いてほしいですと。簡潔さよりも、誰にでもわかりやすく、実践しやすくなるように詳しくコンテンツを書いてくださいと。これ、マッチで初めてやってます。<laughs> だから、この c o p i l o t g p t はこれでいいのかもわかんないけど、まあ、ChatGPT の、本家 GPT 図の方はこんな感じでいいので、それと同じノリでやっています。 えっと、まあ、トーンですね。どんな感じのトーンで書けばいいのかって言われてるんで、専門家目線で書いてくださいと。これさ、当たり前にやってるけど、AI がさ、自動的に設定してくれるって、冷静に考えてやばくない今まで自分たちでさ、ポチポチやっていたの、AI とやり取りするだけで勝手にやってくれるってすごいよね。続いて、この o p パイ o t GPT がどのような情報を必要とするか、どのような情報を検索するかについて教えてくださいと。おー、なるほど。与えられたテーマに関する、 情報をネットかから検索しししてくださいにしましょうか <laughs> これで会話になってんのか怪しいけど。まあ、実際にやるんだったら多分テーマに合わせて作る方がいいものできるんでしょうけど。脱毛なら脱毛とか転職なら転職みたいな感じで作る方が良さそうだけど、一旦ざっくりしてみましょうか。これ別に GPT 関係ないんだけど、Coca.GPT 自体関係ないけど、 UI の見やすさ的には、こっちの方が受け入れられそうな気がしますよね。チャット GPT って、エンジニアとかは使いやすいと思うけど、一般対象受けしなさそうなんだけど、こっちの方が見やすくて使いやすいみたいなのがありそう。はい、ということでできましたね。えっと、プレビュー、コーパイロット GPT クリックして、GPT 試してみてくださいということで言われていますね。まあ、これですかね。コーパイロット GPT のプレビューということで。まあ、作ったのを使えるってことですかね。おー、ブログライター GPT。いいじゃん。じゃあ、 ブログの始め方で記事を書いてくださいにしましょうか。最近チャット GPT が不具合入れたりして使えないことも多いんで、コーパイロットの方でも同じようなことできるっていうのは普通にめちゃくちゃ助かりますよね。なんかビジネスというか、そういうとこのリスクヘッジ的なことを考えても、チャット GPT だけに依存しないっていうのは結構大事だと思うので。おー、なるほどね。まあいろんな検索を参考にしながらこんな感じで記事を書いてくれるってことですね。実際はね、もっといろいろと プロンプトを入れていくといいんでしょうけど。まあ、パッて見た感じで、一個一個のコンテンツが少ないので、もっともっと詳細に書いてほしかったなっていうところはあるけど、まあでもこんな感じで、ブログライター GPT っていうのができましたっていうことですね。おー、なるほど。ちなみにさっきの画面に戻りまして、多分今のプレビューなんで、多分これは誰にも見られないやつで、まあ、ここで見れるってことですね。これもチャット GPT と同じ感じ。今のところは自分のみ、もしくはリンクを知ってるすべてのユーザーのどっちかっていうことですね。 だから全体公開みたいなのはないっぽいですね。チャット GPT だと、これはチャット GPT で、今 GPT ストアっていうので、みんなが作ったやつもこんな感じで簡単に検索して見られるようになってるんですけど、コーパイロットの場合はそういうのがないんでね。あくまで自分のみ、もしくはリンク知ってるすべてのユーザーのどっちかっていうことですね。まあとりあえず自分のみで公開してみましょう。おそうすると、コーパイロット GPT の発行に成功しましたっていうの出てましたね。あー、なるほど。ここのところに作った GPT が出てくる感じですね。おー、なるほど。 まあこの辺のデフォルトやつ別にいらないんだけど、まあ、これがとりあえず消せないのかなケーションプランナーとか、クッキングアシスタントとか、まあいらんねんけどな。<laughs> まあ、えっか。ここでこんな感じで選んで、どういうものかっていうのを見つけられるとあ。デフォルトのやつかも消せないんだ。で、自分のやつは、編集する、削除する、開始するっていうのがある。で、編集を押すと、もう一回さっきの画面に入れるって感じかな。なるほど。で、削除するで、削除できて、開始するで開始できると。おお。基本的な使い方はこんな感じですね。いいね、いいね。 じゃあさっきの画面でちょっといろいろいらないやつ消しまして、こっちですね、c o パイロット GPT ビルダーっていう AI とやり取りして設定をしていくっていうのをやったんですけど、まあそれを使わないでこっちで設定するっていうところですね。で、本気で GPT 図でも言ったんですけど、AI とやり取りして設定していってもらうと、無駄な設定がされたりとか、必要な設定が消えてしまったりするので、まあ本気で GPT 作りたいんだったら、ここで自分で設定していく方がいいかなと思います。まあこんな感じでやっていくだけなんで、 そこまで難しくはないかなと思うんでね。ここをね、自分で設定していくっていうのでいいんですけど、まあ、プロンプト入れる感じですね。ここのところに。イメージとしては。いつもコーパイロットとか、チャット GPT 使うときに入れていたプロンプトをここにあらかじめ入れていくと、ここのプロンプトを使って出力してくれるっていうイメージなんですけど、あと、ここですね。ナレッジのところ、まあ、知識っていうのが、チャット GPT でいうナレッジですね。比較しながら見ましょうか。まあ、これも改めてもうちょっとやった方がいいかもしれないですが。はい、ここね。コン GPT 図の方だとナレッジってなってるところ。 で、あと、機能というところで。本家だと、ブラウジング、えっ、ー、と、ダリー、コードインタープリターの3つを選ぶことができる感じですね。でも、こっちのコーパイロット GPT だと、まだコードインタープリターは使えないっていうことですね。ナレッジと、ブラウジングと、ダリのやつは使えると。あと、こっちの他の API 動かしたりとか、そういうのは、今のところコーパイロット GPT ではできないっぽい。まあ、これがあると、めちゃくちゃ幅が広がるんでね。 前に動画でも紹介したことありますけど、他の API との連携とかサービスとの連携っていうのができるとめちゃめちゃいろんなことができるようになるんで、まあここはまだ本 KGPT の方が強いところですね。まあでもこれもおそらくそのうちリリースされるので、そんなに大きな差ではないかなとは思いますね。まあ現時点で言うとそういうところの差があるっていう感じかな。ちなみにこれやったことないからおそらくとしか言えないんだけど、ちょっと今自分のみにしてるんですけど、リンクを知っているすべてのユーザーにしてみましょうか。 はい。ということで、さっき、コーパレート GPT を作ったのと別のアカウントでログインしてます。これなんですけど、さっき、コーパレート GPT で取得した限定の URL ですね。これを開いてみると、GPT とは、で、記事を書いてください。おー、いけるやん。なるほど、なるほど。すごいやん。 何を感動してるかっていうと、さっきの、えっと、CorePyroT GPT を作ったやつは、CorePyroT Pro に課金してるアカウントなんですよ。だから月額で3000円くらい払ってるアカウントなんですけど、このアカウントは課金してないアカウントなんです。まあ、要は無料のアカウントなんです。だから、CorePyroT GPT に関しては、無料で使えます。作るのは有料でしか作れないけど、無料で使うことができる。Chat GPT の本家 GPT の方は、作るのも使うのも有料の チャット GPT プラスに入ってるユーザーしか使えなかったので、チャット GPT の無料版を使ってて、今まで GPTs めっちゃ話題になってるけど、自分使えないんだよなって思っていた人は、コンパイロット GPT 無料で使えます。こっち使いましょう。へえすごいやん。これはさすがマイクロソフト。やっちゃってるわ。これなかなかのインパクトがあるんじゃない ?GPTs のために課金してる人もめちゃめちゃいそうだから。まもちろん、さっきも言ったけどね、チャット GPT の本家 GPTs じゃなくてできないことも、まだあるから、そっちの課金する意味がないとは全然言わないけど、それでもかなり良さそう。 あ、でもまあ、生成スピードに関しては、これは今たまたまかもしれないけど、非常にまっさりしてるね。遅い。<laughs> こんなこと言うとあれだけど、GPT-4 身を感じる。いや、でもそんなの、いいよね。無料でコパルト GPT 使えるんだったら、全然良くないですかえー、すごい。これはすごいわ。まあ、実際にね、これをブログ記事にするんだったら、もっと一個一個のコンテンツを厚くしないといけないけど、それでもいいんじゃないか全然使えそう。おおこんな感じでできました。 すごい。はい。じゃあ、元々のコーパイロットプロに入っているアカウントの方に戻りまして。はい。じゃあ、もう一個、ちょっと別のやつを作ってみましょう。デザインするやつですね。サムネを作る GPT、ね。まあ、YouTube サムネを作る GPT みたいなのを仮に作ってみましょう。今回は提案されたものをオッケーって言っていきましょう。まあ、この辺に関しても色々聞かれてるんで、これはこれで答えていく方がいいんですが、まあ、今回はここが本題ではないので、いいでしょう。 はい。まあ、今の時点でいろいろと入っていますが、本題こっちですね。ダリーイメージの生成ということで、画像生成やってみましょうか。はい。そしたらプレビュー行きましょう。プレビューに行って、チャット GPT に関連するサムネを作ってくださいって感じでお願いしてみましょう。まあ、ダリーが中で動いてるかどうかっていうのを見たいだけなんですけど。お、そうすると画像が生成されていますということで。いけそう。お <laughs> なんかよくわかんないサムネできちゃったけど、まあこれはしょうがないね。プロンプトが適当すぎるから。まあでも画像生成もちゃんとできましたと。へえ、いいやん。まあなんでさっきブログライター GPT なんて作ったんですけど、そのブログ記事を作るための GPT ね。まあこれは適当に作ったんですけど、例えばこの中にあのダリとかね、変えるようにしておけば、記事書いてもらって、そのままアイキャッチまで作らせるみたいなことができますね。まあこれはもちろん本って GPT でも同じことができるんですけど。へえ、すごい。 いいやん。おもろ。まあ今日の話、このぐらいで終わっておくんですけど、これせっかくなんで、ブルグライター GPT そのまま公開しておくんで、使いたい方は概要欄のリンクから飛んでもらったら使えるので、なんでさっきも言ったんですけど、作るのはコーパイロットプロ入ってないと作れないっぽいんですけど、使うのは無料アカウントでも使えるので、ほとんどの方は多分コーパイロットプロ入ってなくて、無料でコーパイロット使ってると思うので、無料ユーザーの方もね、ぜひ一回使ってみてください。そんな全然大したコーパイロット GPT 作ってないんですけど、 試しにね、どんなもんかっていうのを動かすことはできると思うので、やってみてください。ああ、せっかくなんで、あれしましょうか。画像も作れるようにしておきましょうか。これで画像も作れるようにしておくんで、試しに触ってみてください。はい、ということで、Copyright GPT がリリースされていたということで、緊急で動画を撮ってみました。今日ね、ほんまに全く台本がない状態で、 実際に触りながら喋っただけなんで、うまいこと耐えられてるのかっていうのがわからないんですけど、まあ、少しでもね、参考になったら嬉しいです。ということで、今後も最新 AI についてどの解説をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ、AI ラボをやっています。メンバー数6500人を超えていて、かなり規模の大きなコミュニティになってきているので、よかったら参加してください。さいいメンバー同士で AI の最新情報を共有したり質問相談したり、交流のなどができるコミュニティですね。スラックでやっていて、誰でも気軽に参加できるので、よかったら、 概要欄のリンクから参加してください。あと、時間がないスキルがない、そんな人のために丸投げできるブログ代行サービス、ハンズプラスでやっています。自分一人ではとてもブログで結果を出せないと、出すことが難しいという方はお気軽に相談してください。検索エンジンからの集客を増やしたい企業さんも申し込むことができるので、概要欄に代行サービス相談用の LINE 貼ってあるのでね、お気軽にお問い合わせしてください。ということで、今日の動画はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。コア,アプリについてお願いします。ありません。僕から話せることはありません。 ま,あまだわかんないっていうのが本音なんですけど、今回のパワープリがどうとかっていうのはわからない。まあそもそもそこまで僕はアップデートの考察みたいなのをしてる方じゃないんで、別に SEO の専門家でもなければ、SEO のコンサルとかもしてないので、基本的には。だからその辺は、まあ、SNS とかで、ね、SEO 詳しい人がいるんで、そういう人の展開見てる方が参考になるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、時期的なところだけで言うと、3月は毎年アップデートあるんで、それは来るよなという感じです。年度末なんでね、結局 Google も そうやって検索結果とかをちゃんといいものにしていくっていうのを、ちゃんとその企業としても努力してるんだよっていうのを見せていかないといけないので、まあそういう意味でも、やっぱ3月とかこういうアップデート入りやすい。言ったら道路の工事とかも増えるわけじゃないですか、年度末って。予算使わないと次の予算もらえないからと。まあそれだけが理由かって言われたらそうじゃないけど、まあそんなのも理由としてあるんじゃないかってのは昔から言われてる。まあでも3月のアップデート結構大きいことも多いけどね、いつだったか健康アップデートの後ぐらい、2018年とか2019年の3月のアップデートもでかかった。 多分そのぐらいで脱毛のサイト全部飛ばされましたね、一回。<laughs> 脱毛クエリー全部やられたの3月な気がする。まあ、僕はその当時あんまり脱毛やってなかったんで、ダメージ的にはないんですけど。いや、その前の健康アップデートでやられてきた。今日中地さんの動画見てモニター中古で買いました。いいね。いいよ。マジで。なんかわかんないけど、最近のこの配信、マルチディスプレイ推進委員会みたいになってるから。<laughs> まあでも、ほんまに普通にいいから。ノートパソコン一つでやってる人は、 ほんまにそれだけでも時間の無駄というか。まあお金稼ぎたくないって言ってるとは言わないけど、まあでもある種それに近しいところはあるよね。要は全然自分マジで100メートル全然速くないんですって言いながら5キロぐらいの重り持って走ってるみたいな。いやそう、遅いに決まってるじゃん。そんなもん。でも本人は大真面目に100メートル速くなりたいって言ってるんですよ。マジでそれと同じ。1枚のディスプレイでやるはマジで効率悪いから。 IT 系の会社だからさ、一枚のディスプレイでやらせてる会社なんてないんじゃないどうだとか言ってて、この配信を聞いてるうちのスタッフが一枚でやってますみたいなことです。ありえるけど。リモートだから、そこまであれだけど。いやでも基本みんなデュアルでやってると思うけど。でもそういうところにやっぱ投資したがらないんですよね。苦手な人って。だからよ、どんどん差ができちゃうんですよね。なんかそういうの詳しい人は、そういう環境にもお金をかけるからど、んどんどんどん効率良くなって、生産性、 高い時間を過ごすんですけど、苦手な人って、とにかく環境にもお金かけないから、生産性も低くなる。で、そもそも知識とか経験もないから、まあ、同じ時間をかけたとしてもそこまで得意な人よりできないんですけど、もっともっとできなくなっていくんです。だから得意な人は2倍の生産性を出して、苦手な人は半分ぐらいしか生産性出なくて、その差4倍なわけじゃないですか。で、今ある差みたいなのもあるわけなんで、 この4倍の差を引きずったまま、今の差縮まるか縮まるわけなくてずっと開いていくしかないので。まあいろんな方法あるけど、別にディスプレイだけがどうこうとは思わないけど、そのディスプレイっていうのはやっぱり一番手っ取り早く効率化できる、生産性上げられる方法だと思いますね。こんな、何もスキルなんて何にも磨かなくてよくて。メルカリとかでも5000円でも普通にさそこそこの大きさのディスプレイ今だったら手に入るでしょ。1万円出したら余裕だと思うんですけど。 そんなお金でこれからの生産性がそれだけでね1.5倍とかそんなになるんだったらそれをしない意味はないと思うけどねいかがでしょうディスプレイは1枚しか置かない派の人もいるかもしれないですが現在マルチディスプレイ選んでいます予算限られているため中古のディスプレイ購入してマルチディスプレイ化しようと思うんですがそれでも大丈夫でしょうかもちろんいいっすよ新品じゃなきゃいけない理由なんてないですよねディスプレイなんて別に中古でいいよくないですか他の人が使ってたら嫌だとかまぁ、あ、欠品の人は思うかもしれないけど 例えば、服とか、そういうのは、なんか他の人が着てたのを着るのは嫌だな、みたいなのは。まあ、わからなくはない。まあ、そんな気にしないけど、僕は。まあ、わからなくはないけど。ディスプレイなんて何でもよくないですかさ、拭いちゃえば暴れちゃう。もう明らかにさ、めっちゃ傷ついててさ、世紀末みたいな。<laughs> 世紀末みたいなディスプレイって何かわかんないけど、北斗の剣みたいな。いや、それはさすがにもう使えないなと思って、そうじゃない限り。それちゃんと動作さえすれば何でもいいよねって思うかな。別に中古でもいいです。てか、何だって中古でよくない なんか新品で買わなきゃいけないものってそんなにない気がする。別にキーボードだってさ、中古でいいじゃん。新品で買う必要ない。まあ Mac は、なんか Mac 本体買うとキーボード頼めっていうからどんどんキーボード増えていくんだけど。別に頼まなくていいな頼まないもんな。で、マウスとかも多分そうで。そんな新しくなくていい。いや、それこそ MacBook Air がね、また新しいのが出たんですよ。MacBook Air M3 かなんかの MacBook Air が出たんですけど。な、欲しい。それ結論は欲しいんだけど。でも、 買うかって言われたら結構微妙で。なぜかって言ったら、今持ってる MacBook Air でも、マジでいいんだよね、普通に。今のところそんな不満なくて。なんかわざわざじゃあ、そんな不満ない状態で新しいものを買うかっていうと、うーんっていう感じ。基本的にそれで仕事をずっとするわけでもないから、まあ、仕事はするんだけど、でもそれでやる仕事って割と高く知れてて、そんなに重たい作業ってしない。文章を書いたりっていうのがメインだから、YouTube の台本を作ったりとか。事務所は事務所で、今 MacMini 使ってるんで。 たたい弁当箱みななパソコンなんですけど。だから、そこまでの必要性を感じるわけじゃないから。MacBook Air とか。だから何が言いたいかっていうと、別に、その前の MacBook Air いつ買ったのか分かんないけど、多分2年前とかだと思うんですよね。周期的に言うと。MacBook Air 大体2年に1回とか出て,出てくるから。ってことは別に2年前の MacBook Air でも問題ないんだから、中古で2年前の MacBook Air 買ったっていいってことですよ。MacBook Air も高いから。 あいつさ、昔は、なんか10万ちょっとぐらいで、めっちゃ薄くて、軽くて、で、性能もそこそこ良くて、おしゃれなパソコンみたいなさ、なんかそんな認識だったじゃん。今さ、まあ、デフォルトだったら20万弱ぐらい。まあ、それでもデフォルトで20万弱ですよ。昔だったら割とフルスペでも20万いかなかったぐらいだと思うんですけど、今フルスペックにしたら30何万みたいな。MacBook Air の皮を被った MacBook Pro みたいな。 まあでもそうこうしてるうちに MacBook Pro はもっともっと値段上がってたぶ50万ぐらいするんですけど。いや、50万言い過ぎか。デフォルトだったら40万ぐらいからあるのかな。何もカスタマイズしなかったら。でもカスタマイズしたいやん。買うなら、買えるならね。はい、ということで、ディスプレイを1つしか置いてない方は2つ置いてください。騙されたと思って2つ置いてほしい。で、2つの方騙されたと思ってもう1個買って3つにしてほしい。で、3つの方は4つですよ。まあそれ以上は、まあ僕はもう未開の地なんで、偉そうなこと言えませんが。 今の僕はディスプレイを繋がれてるんで、便利だなと思う。まあでも最近の使い方的にはね、ディスプレイもう一個欲しいなって正直思ってるんだよね。今は思ったけど、一枚 iPad でやればいいか。てか、ディスプレイ4つ置いてるんですけど、それの他にもう一個 iPad Pro 置いてるんですよ。まあなんかのね、動画を見るとか、そういう用途で使ってるんですけど、パソコンのリソースを取られるの嫌なんで、あたにでもこっちで1個開いてもいいか。おー、いいね。まあ一つのモニターに置いてるやつ iPad の方に移します。この方がいいね。 え、そうなの値下がりしたんだ。まあでもそらそうよね。そうじゃないと誰も買わないし。でも下がったとはいえでしょ。お高いんでしょ。一昔前の、数年前の MacBook Pro みたいな値段するから。MacBook Air が。Air のくせにっていうのはあれ,あれなんですけど。お世話になってるから。中古ドメイン所有してて、気がついたら結構怪しげなサイトからバックリンクもらっていました。なので、サーチコンソールから非リンクの非認をしたのですが、Google AdoSense 合格等に影響出ますか な、まあ、なくはない。まあ、その可能性の話をしだしたらなくはないんじゃないかなと思う。ただ中古ドメイン自体やっぱり Google は好きじゃないからね。そういう運用の仕方自体が。だからそれを理由にアドセンスが不合格になるってまああり得る。でも別に、じゃあ中古ドメインだったら絶対通らないかって言ったらそんなことはないから。そんなに致命的なもんではないと思うけど。てか中古ドメインのサイトでアドセンス通そうと思ったことないんだよな。アドセンスやるときって割と規模が大きくて、まあ言ったらホワイトな。 クリーンなサイトでやったりすることが多いから。<laughs> じゃあアフィリエイトはブラックなサイトでやってんのかって言われたらそんなことはないんだけど。まあそのやり方とかね、テーマとか、そのジャンルの選び方とかそういうのを含めて。収益のあり方が違うから。アフィリエイトとアドセンスっていうのは。だからあんまりわからない。中古ドメインかけるアドセンスって。でもやってる人は全然いると思う。初心者なりにサイト設計などしてみましたが、実際に記事を書き始めると変更したいことばかりです。まあでもそらそうでしょうね。 やったことない状態でやっぱサイト設計をしても、じゃあ決めてその後、最初に決めた通りにできるかって言ったらそんなことはないので。じゃあやんなくていいかって言ったら、やらなくていいわけではないから、やった方がいいけどね。なんていうか、サイト設計しても多分収集つかなくなるんですけど、初心者は。でも、サイト設計も何もしないとほんまにもう肉じめで収集つかなくなる。憎じめよ。だから、憎じめで迷子になった状態で、ね、富士山の山頂にたどり着くのは基本的に無理なんで、できないけどやった方がいい。不安な人は代行サービスを使ってください。 えっと、ブログを作成しつつ、ライター業務を始めました。キラーページが気が重くてなかなか手がつけられないのですが、キラーページを作る上で大切なことや心がけることを教えてもらえると嬉しいです。食材宅配サービス、ミールキットをテーマにしています。大切なことや心がけること。むず。キラーページ。まあ、制約記事みたいなことでしょう。普通にブランに行くならミールキットをおす,すめとか、食材宅配をす,すめみたいなキーワードを狙うんですけど。まあでも、強いて言うと、 マネタイズしすぎないことかな。マネタイズしすぎない。結局キラーページだからそこで収益が上がるように持っていくわけですけど、だからって言って買ってくれ買ってくれって言ったからって買ってくれるようなもんではないので、しかもお客さんがその気になれば別に買ってくれとか言わなくても買ってくれるんで、どんなに申し込みボタンわかりにくくたってほんまに欲しかったら、あの手この手で探したり問い合わせしてきたりして申し込んでくれるから、だからあんまりこう売りに行かない方がいいかな。 なんか逆に売りに行ってしまうと、あ、この人はお金稼ぎたいだけでこの情報を信じられないってなってみんな離脱しちゃうから。とはいえ、じゃあマネタイズを分かりにくくしていいのかって言われたらそういうわけじゃないけど、どっちが重要かって言われたら、やっぱりその自分のマネタイズよりも情報提供、情報を受け取った人がどう思うのかっていうところが重要なんで、そっちを優先するといいんじゃないかなと思います。それができるようになったら有益なコンテンツ書けるようになって、ちゃんと読者の人からありがとうの声が届くようになったらマネタイズとかそういうのも意識していく。 正味マネタイズの部分に関しては割と固定先のテクニックみたいなのもいろいろあるからね。その、例えばマイクロコピーとかもそうなんですけど。まあマイクロコピー自体はね、もうここ何年か。ですごい有名になったんでみんな使ってると思いますけど。ああいうのも当然一つのテクニックだし。なんかそういうのはいろいろあるんで。でもそれをしたところで別にね、価値が提供できるわけじゃないから。マイクロコピーとかまあ、あくまでプラスアルファなんで。あれがあることによってすごい誰かの悩みが解決したりはしないじゃないですか。あれってあくまで背中を押してあげるため。 だからそれよりもコンテンツ自体が大事だし、そのコンテンツで買ってくれ買ってくればっかりになると良くない。だから申し込みはこちら、申し込みはこちらってめっちゃ書いてあるより、そういうのは少なめの方が最初はいいんじゃないかなと思いますね。ブログの実績もあったわけで、ある企業さんのライター採用テストを受けられることになりました。中西さんが採用を検討する際に、納期厳収、ライティングスキル以外で要チェックするポイントがあれば教えてください。まあ真面目さ。 僕が採用するならね、真面目かどうかマジ大事です。まあ、ライティングスキルとか農を現地するとか、それも大事なんですけどね。<laughs> 当然。それは大事なんだけど。最近仕事が終わってから夜作業をする前に軽く仮眠するつもりが深い眠りに入ってしまうことが多いです。ゲーミングチェア購入して仮眠した方がいいでしょうか。中西さんの眠気対策があれば、ぜひ教えてください。眠気対策はない。寝る。眠たかったら寝るのが一番。まあでも僕もありますけどね、そういう7時ぐらいに眠たいみたいな。その時はね、寝る。でもそんなにがっつり寝ることはない。30分以上寝ることってなくて、 なんか5分とか10分とかで起きるんですよね。10分寝ることもあんまりないかな。めっちゃ短かったら1分。<laughs> 1、2分で起きる。そういう感じかな。何の対策でもないんだけど。眠たかったら寝てすぐ起きるっていう。久しぶりに中地さんがポストされてるのを見た気がします。これ何ツイッターうーん、そうかも。あんまり意識もしてないけど。あんまり使わないんだよな。なんか治安悪い。なんかシンプルに治安悪い。なんかイライラしてる人多くないですかツイッター。で、イラついてる人多いなと思って。あんまり見てても。 まあ楽しくないわけがないけど、楽しいのもあるけど、でもなんか治安悪いなって思うか,だから。なんかそういうの見てもいいこともないし、発言してなんか言われても嫌だしっていうので若干避けがちではある。僕のサイトがコア,アプレイで飛ばないよう一緒に祈ってください。嫌だ。俺も同じだもんだって。俺も同じこと思ってる。飛ばないように祈ってる。自分のサイトが。まあでも、もう今年はいいかも。 ね個人的には。まあ、去年特にそうだったけど、割とメディアを頑張ってる時期だったんで、その時に飛ばれると、ね頑張ってるやつが飛ぶのは嫌じゃん。でも今年は、メディアよりも、その代行サービスとかそっちに力を入れようと思ってるんで、そういう意味では、なんかそこまで、去年とか一昨年後半よりは、なんかあんまり、いや、飛ばない方がいいよ。その飛んで嬉しいことは全くない日なんだよって思うけど、飛ばされたら。まあでも飛ばされたら飛ばされたらしょうがないか、っていう感じではある。 まあそれはま同じなんだけどね。去年飛んだとしても。てか去年も飛んでるけど。何回か。まあ、しょうがないかって思ってる。そういうもんだから。なんかそれをなんか10年以上繰り返してると。なんかほんまな何も思わなくなるね。嫌だけど。何も思わないっていのはちょっと言葉違うか。嫌なんだけどね。飛ばされるのは嫌なんだけど。覚悟はしている。LG のスマートモニター買おうと思って思います。WebOS 搭載で Type-C 給電機能。 現代安いディスプレイにファイヤースティック TV とスピーカーと HDMI ケーブルが絡まり上げて、ケーブル地獄なので裏面もスッキリさせるために検討中です。あー、なるほどね。わかる。うちもそうだもん。パイプ C でその電気取れるのはいいね。スッキリするから。それはマジで間違いない。うちだってディスプレイだけで4枚あって、その他にも色々置いてあるって。マジでケーブル地獄。しょうがないんだけど。 だってディスプレイだけで純粋に電源のケーブルと、あとはそのディスプレイのケーブルで2本ずつで計8本出てるからね、ここだけで。まあそれはいっぱいになるに決まってるんだけど。中でももうそれは開き直ってるね。隠すこともしてない。まあ、誰も来ないからっていうのはあるんだけど。なんか壁際だしもういいかと思ってる。まあデスク周りスッキリしてる方が効率もいいしね。少し前にサーチコンソール28日以内のクリック数が250に到達しました。まだまだだと思いますが、これからも地道に頑張ります。いいじゃないですか。 なんかそういう分かりやすい仕様としては、すごいサーチコンソールとかいいなと思います。なんかそれが増えていかないときっていうかアクセスも増えなくて、アクセスも増えないと収益上がらないっていうところに繋がってくるので。だから全然いいんじゃないですか。もちろん今どのぐらいの PV があって収益があってっていうのは分からないけど、でもなん,かなんとなくね、こう計算すると、じゃあ今のクリック数でこのぐらいの収益出てるなら、じゃあそれの倍にするためにはクリック数2倍いるなとか。 そういうのがなんとなくわかるんで。まあもちろんそんなに綺麗に比例することはないんだけどね。アフィリエイトって特に、センスとは違うから、収益性の高いキーワードだったら、クリック数が全然なくてもすごい収益上がるし、逆に収益性が低いキーワード、まあいわゆる制約までの距離が遠いようなキーワードだったら、いっぱいクリックさせたところで全然収益につながらないしっていう感じなんで、だから1クリックあたりの価値が全部同じかって言ったらそんなことはないんだけど。まあまあでも、おおよそ平均したらね。当然それはクリック数が多い方が収益があるっていうのは、多少の相関関係はあるから。 マルチディスプレイ推進派です。効率よくできない初心者、過去自分だからこそ簡単に効率よくなる道具はすぐにでも取り入れた方がいいと思いました。使うのはブログ書くときだけではないので、コスパ最強。家族が使わなくなったノーパソを3枚目にする予定。おー、なるほど。ノーパソってディスプレイになるのかなそういうノーパソもあるかもしれないけど、他からのやつを取り込んで出力するみたいなのは、なかなか難しそうな気もしなくもないけど。 まあその辺だけ解決していれば。まあでもコスパが最強っていうのはマジでほんとそうだと思うな。長く使えるしディスプレイってそんなにすぐ壊れたりしないし。言ったら繋ぐだけなんでね。まあ、繋ぐだけといえば、MacBook Air もね、今回2画面に出力できるようになりましたね。今まで1画面にしか出力できなかったんですけど。だから1つ出力したらもう1つは、なんか別の機械みたいなの使って無理やり、なんかディスプレイリンクみたいなんで出力しなきゃいけなかったところが、今の MacBook Air は2台に出力できるようになったんで、ケーブルだけあればね、 たつに出せるんで。それはめちゃくちゃ便利ですよね。だから家では MacBook Air 閉じた状態でディスプレイ2枚につなげて大画面でやって、外ではその MacBook Air だけを持ってってカフェで仕事するとかもできるんで。まあ今の MacBook Air は普通に性能が高いんでね。こんなに重たい作業しないんだったらそれでも十分ですよね。僕の場合は配信とかもやっちゃうんで、MacBook Air で全部のことをやるってのが難しいんですけど。無料なのにそんな個人的なこ相談に答えないよみたいに言われたらどうしようと思っていました。<laughs> 俺何まだそんなイメージある いや別にないけどね。なんか、有料だから答える、無料だから答えるとか、あんまりない。そう、有料でも答えない。無料で答えないなら、有料でも答えない。っていうか、有料で答えるとか、そもそもやってないんですけど。だから、有料で答える場所自体がないんで、まあそんなこともないし。まあでも、なんでも答えるけどね。そう、答えたくないものは、ほんまに有料でも答えない。だから大丈夫。無職で Web ライター目指している初心者なんですけど、クラウドワークスで初心者案件を受けて勉強してるんですけど、そんな感じで上達できますかなあ。 できるんじゃないかな。初心者案件がどんなのかわからない。ちゃんとフィードバックをしてくれるのかどうかとからからないけど、ただとにかく自分で記事を書くっていうのは一つ。 だから勉強して記事を書いて、できればそこに対して誰かがアドバイスとか送れる環境があるといいんで、まあ時間はかかるかもしれないけど、それでも上達できるんじゃないですかね。あとはうちで SEO ライティング実践講座みたいな講座やってるんで、そんなの受けてもらってもいいかなと思いますが、まあお金かかるんでね、それは当然講座なんでちゃんとフィードバックをするんですけど、その企業さんがお金もくれてフィードバックもちゃんとしてくれて教えてくれるなら、それに越したことはないんじゃないかなと思いますね。最近アイキャッチ画像を外注さんに依頼したらクオリティ高くてびっくりしました。 まあ、外中さんにもよるけど、外中さんのデザイン力にもよるけど、ちゃんとしたデザイナーさんだったらそれゃね <laughs>。そうは言ったらプロなんで。どこかのお店にご飯食べに行ったらびっくりするぐらい美味しく、美味しかったです、みたいな。<laughs> まあ、<laughs> プロなんで。まあ、いろんな人がいるからね。正直、そんなにクオリティ高くない人もいるけど。でもその人がね、安めな値段でやってくれるならめちゃくちゃいいですよね。ワードプレスでブログを始めるために、ドメイン決めて有料テーマを購入しました。ジン そんな状態でもブログ代行サービス相談させていただいても大丈夫ですか大丈夫です。 何もない状態で相談する人とかいますからね、結構。全然どんな状態でも大丈夫です。基本的に丸投げできるブログ代行サービスって感じなんで、正直、なんかジャンルさえあれば、まあジャンル決まってなかったらジャンル相談も乗るんですけど、ジャンルさえあれば別に、あとは何もなくてもいい。だって、その状態でうちはやるんで。a s p から、まあ例えばわかりやすく、じゃあ脱毛とかでいい案件がありますって言われたら、あ、じゃあ脱毛でブログ作りますねって言ってブログ作るんで、それと同じように作る感じですね。 まあ全く同じようにはできないですけどね。その工数の問題もあるんで。全く同じようになったら、やっちゃったらめちゃくちゃ高くなっちゃったりするんで、そこは難しいですけど。まあでもサービスとしてかなりいい感じのものは納品できるかなとは思いますね。大体の場合はキーワード選定から下書きまで頼んでもらうパターンが多いですね。そこが一番多い。まあそこが一番時間かかるんでね。そこからはもう予算次第っていう感じですね。それはいっぱい頼めばどんだけでも高くなる。それは何百万円でも行くし。まあ少なかったら何十万円とか。まあでも5万円で代行サービスみたいなのは、 基本難しい。下書きとかはできないね。その値段だと。どうしても人件費とかがいるんで。まあでもとりあえず結論はどんな状態でも大丈夫という感じですね。あの、毎回言ってるんですけど、概要欄の一番上に HandPlus の相談用の LINE が載ってて、そこに結構いっぱい登録してくれてるんですけど、その LINE は HandPlus の相談をするための LINE なので、何もないですよ。<laughs> なんかすごいステップメールが流れてバックエンドが来るのかって思ってる人いるかもしれないですけど、そういうのないですよ。 まあなんかそういうのも、いずれは用意したいなと思ってるんですけど、まあだからブログの勉強ができるようなラインを作って、最終的にはブログ代行サービスの紹介みたいなのをするようなのも考えてるんですけど、今のところはないです。だから相談してください。<laughs> 何も流れてこないんで。で、相談しないのであれば、なんだったら解約じゃないですけど、してもらえる方がいい。コアアプリ来ましたね。真面目に運営しているので大丈夫だっ信じたい。まあまあそうね。<laughs> 真面目に運営しているから大丈夫っていう感じでもないんですけど、まあ昔は割とそういう感じだったんですけどね。 スパムとか、そういう悪いことしてる人を飛ばすみたいな感じだったんですけど、今はそういう感じじゃないですね。なんか多分アルゴリズムがもう全然違うので、その悪い人たちを飛ばすとかどうこうっていう感じじゃなくて、まあでもほんまになんかその、向こうの基準に合わない人たちは飛ばすっていう感じですね。だから非リンクが全然集まってなくて、信頼性が全然担保できないようなところを飛ばすとか、まあそれだけじゃないけど、でも真面目に運営するに越したことはないんでね。新規ドメインのつもりで、 1>, 1年前にワードプレスを立ち上げたんですが、過去に同じドメインでブラックアット SEO っぽいヒリンクがあることが判明しました。このまま運営しない方がいいでしょうか一応ヒリンクの拒否はしました。どっちでもいいですね。それで言うと。やっていて SEO 的になんか新規ドメインに比べて、その真の新規ドメインに比べて,ていいよなって思うなら変えちゃえばいいし、そんなに変わらないって思うならそのままにすればいい。で、わかんないんだったら別にそのままでもいいし変えてもいい。そのずっと自分がそれについて悩み続けるなって思うなら変えた方がいいんじゃない それをずっと悩んだところで答えも出ないし、なんかその気持ちを引っ張ったままブログ運営すてるって難しいんで。だからなるべく不安じゃない。自分が一番スッキリできる方法を取った方がいい。これ無料テーマと有料テーマの話でもよくするんですけどね。あの、よくね、ね有料テーマの何がいいんですかみたいなことを言われるんですけど、まあ正直 SEO 対策的に同うなんていうのは変わらなくて、それはもうコンテンツとか非リンクによるんで、それテーマによる差なんて僕はほとんどないと思ってるんですけど、ただモチベーションとか気持ちの面では明らかに 差があると思っていて。だから無料テーマを使って、じゃあ1年頑張りました。うまくいかなかった時に、どう考えるかっていうと、大概の人は自分が無料テーマ使ってるからうまくいかないんじゃないかって思う。だって周りの結果出してる人はみんな有料テーマだから、じゃあ自分も有料テーマにしようって思うんですけど、まあ関係ないんですよ、ぶっちゃけ。それだって同じ無料テーマ使ってうまくいってる人なんて山ほどいるわけで、まあ一番有名なのは国運だと思いますけど、国運使って、ね、月に1000万とか稼いでる人って世の中に多分ゴロゴロいるんですよ。でも、 ゼロ円の人で、その国運とか使ってると自分国ン使ってるからダメなんじゃないか。他のみんなが使ってる有料テーマ使いたいってなる。で、別にそれ自体はいいんですけど、でも結局その状態で有料テーマに移行しようと思って大変なんですよ。何が大変かっていうと、手間がかかる。純粋に。まあ、引っ越すようなもんですよ。言ったら。だから例えば、静岡から大阪に引っ越してきますっていう時に、静岡からね、大阪の住むところまで一発引っ越せばいいじゃないですか。でもそうじゃなくて、一旦、 名古屋あたりで3ヶ月間生活して、そこからもう一回大阪に引っ越すみたいなもんで、それってすっごい無駄じゃないですか。一発で引っ越せばそれで終わったのに、3ヶ月間住んだことによって、そこでいろいろ片付けなきゃいけないし、引っ越しの準備も一回しなきゃいけないし、引っ越しのお金払わなきゃいけない。それと同じ感じです。だから結局、有料テーマって言ったって1万円とか2万円とかで買えるもんなんで、別にそんなに迷うほどの金額じゃないと思うんですよ。それが買えないんだったら、別にもうブログやんない方がいいんですけど。 そのぐらいのお金の余裕がないんだったら。だからその自分が無料テーマだから稼げないんじゃないかみたいな気持ちにならないためにも最初から有料テーマ買ってやる方が後々の移行するとかっていう手間もないから僕はいいんじゃないかなと思う。まあこれは有料テーマを売っているからこそのポジショントークだって言われたら別にそれはそれでいいんですけどそう思われたらもはや何も言えないんでまあいいんだけどでも実際そうなんじゃないかなと思う。中西さんがブログを執筆する上でどのように複数モニターを使い分けているか興味あります。 まあでもこれはもう時と場合によります。っていうか別に僕は4画面をブログ記事の執筆に使うことってないので。ブログ書いてる時は2画面。あ、3画面あると便利かなと思いますけど。僕はどっちかっていうと、なん,てうんですか。例えばこの配信をやろうと思うと配信の画面が1個いるわけですよ。これだけで1個使う。で、さっき Mac の Apple のサイト映してましたけど、あの Apple のサイト映すのもそれだけで1画面使うわけですよ。だって Apple の画面と配信の画面一緒にしちゃったら配信のコメントとか読めなくなるんで。 で、そんな感じで、だから仕事をするときには開いておきたい画面っていうのが結構あったりするんで、まあそういうのを開いてるって感じですね。まあでも普通にブログやるときだったら、例えば、えっと、ワードプレスのエディターの画面と他の、えっと、自分のサイトとどっちも開いておくとか、何か調べ物をしながら書いてるんだったら、そっちのブラウザを開きながらとか、そんなのはあると思うので。 まあそれを一個の画面で分割してやるっていうのもできなくはないけど、でもやっぱり画面としても小さすぎるし、いいことはないかなと思いますね。なんかその辺のやり方は多分本当に人によるんで、なんか自分のやりやすいようにやるのが一番いいかなと思います。僕も決まってるわけじゃないしね。なんかその時々で違う。流行りスタリなのか何なのかはわからないけど。弁護士監修の記事についてちゃんと許可を取って弁護、えー、っと監修を載せている記事と自作自演で勝手に弁護士の名前を使っている監修記事を Google は見分,け見分けられるのでしょうか見分けますよ。見分けますよ。 あてか逆に見分けられないと Google は評価しないっていう感じで思っておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。これどうやって見分けるかっていうとですね、まあ一個めちゃくちゃ分かりやすいのは、その弁護士さんのサイトとか、その弁護士さんがやってるブログとか何でもいいんですけど、そういう媒体からその記事に向かってリンクが貼られているかどうかですね。要は勝手に、例えばどころこの弁護士、まあ僕でじゃあいいんですけど、じゃあ中地監修みたいなことをつけたものがあるとするじゃないですか。 そうするとどうなるかっていうと、僕側からの発信は何もないわけですよ。当然ね、そんなの勝手にやってるわけなんで、僕がそれについて発信することっていうのはない。まあ、パクられてるって発信することはあるかもしれないけど、なんだろう、ここで、この記事を監修しましたっていうのは僕の SNS でつぶやくこともなければ、僕の公式サイトから載ることもない。でも公式に僕が監修してるんだったら、僕が SNS でつぶやいたりとか、そういう公式のサイトから、えっと、ここのサイトのこの記事に協力しましたみたいな形でリンクが飛び出すわけです。これって絶対に協力しないと得られないものなんですよ。 だからこれが出てるっていうことは、まあそういうシグナルが出てるってことなんで、それはちゃんと監修されていて、その情報が正しい可能性っていうのが高いから、これはじゃあフラインより評価しようみたいに見分ける。まあこれはもうウルトラ基本的な考え方なので、これは絶対に知っておく方がいい。むしろこれを知らないで今の SE をやるとかマジで無理ゲーなんで、これだけは本当に理解した方がいい。まあ監修だけじゃないんだけど、まあ要はその書かれていることだけで、それが本当かどうかなんていうの判断はできないので、だからちゃんとそれを客観的に裏付けるようなものが、 必要かかどううっていうこと。だから、この前僕、SEO 対策の動画かなんかで言ったんですけど、SEO 対策完全攻略みたいな、その中でも、その SEO 対策とは何なのかみたいなところで、えっと、読者にとって役に立つコンテンツと、信頼性を裏付けるキリンクを獲得することって言ったんですけど、まさにそういうことで。その信頼性を裏付けるっていうところが大事。なんか、監集って載ってるのは別に信頼性何も裏付けてないわけじゃないですか。それ書いてるだけなんで。まあ、よく名前を出して申し訳ないんですけど、内海駆動っていうね。 そのお医者さんでもない人が勝手に内科医苦労っていう人を名乗ってサイトをやってて、それがバレて炎上して、まあサイト閉鎖に追い込まれて SNS で謝ったりしてたことがあったんですけど、何年か前に。まあそれと同じような感じで。結局そんなの信用できないんです、Google だって。まあ弁護士監修とか医師監修とか。まあ某大手サイトもね、医師監修とかって書いてるけど、全然もうめちゃくちゃな基本的なことも間違ってて、絶対監修してないじゃないかみたいなの思言ったことありますけど、<laughs> まあ昔だったら一し前だったらそれでもある程度効果あったかもしれないですけど、まあ今は無理ですね。それでどうこうっていうの つまり監修してもらうときは相手方のサイトに非リンクをしてもらうこととセットにしないといけないんですね。そうですよ。てか、それがないんだったら、頼んでも意味がないんで SEO 的には頼まない。いろんな考え方がありますけどね。それだけじゃないけど、まあね、もちろんそこは絶対に考えなければいけないところですね。ゼロから立ち上げたブログが7記事で 3000PV をキープしていますが、アフィリエイトの取り扱いがなくなって放置しています。定番激戦ジャンルに手を出せと言われていた意味を身をもって理解しました。<laughs> いや <laughs> まあ、まあ理解してもらったなら良かったなと思いますけど、そうね。まあ、あるあるなんですけど。まあそういうこともあるから、あんまり未知なとこに行かないようにっていう話をしてるんですが、まあ激戦ジャンルだったら絶対そういうことにならないんで、激戦ジャンルだとそもそもね、 そこである案件ってずっともう5年も10年も運用されているものが多かったりするんで、それが突然なくなったりもしないし、なくなったとしても競合がいっぱいあるんでね。やっぱ他の広告に変えるっていうことができるんですけど、日地チャンネルだともうそもそもその案件しかなかったりするんで、じゃあそれなくなった時にどうするみたいな。まあ結局何もできないっていうことになっちゃってるんですけど、やっぱそういう風になっちゃうんで、まあやめた方がいいよね。ウェブ s o c k t v はそういうことを教えてるんですが、なかなか伝わらないんですよね、それが。まあしょうがないんだけど。で結局何年かして、ああやっぱり、 あの時言うこと聞いづけばよかったなってなるっていうのはめちゃくちゃ言われる。まあ、雑記ブログと特化ブログもそうなんだけどね。別に雑記ブログを否定するわけでもなくて、雑記でうまくいくんだったらうまくいくでいいんだけど、でも大概の場合は雑記ブログやってもうまくいかなくて、結局のところどっかで特化ブログに寄せていく人が多くて、うん、だからじゃあ最初から特化ブログやった方がいいじゃんと思うんですけど。 一年とか二年とか雑誌やって稼げません。じゃあ、こっからどっからってやるよりも、最初からどっからやる方がいい。でも、どっかブログやるっていうのは、よくわかんないし難しいから、自分にはできないから、雑誌ブログで。まあ、それって言ったら、回り道してるんですけど。だから、その回り道をいいやって思う人はいいんですけど、でも、ほとんどの人はやっぱいいやって思わないんですよね。最短最速で稼ぎたい。でも、結果的にやってることは回り道です、みたいな。だから、僕がね、19年かけてめちゃくちゃいろんな回り道をしてきたんで、だからそういう、なんか余計なことをしなくてもいいように、この方向に進んだらいいよって言うんですけど、やっぱどうしても、 他のことをやりたがっちゃうんですよね。まあでもしょうがない。僕もそういうところはあるんで。なんか正直、僕に何か得があるかって言ったら得はないわけじゃないですか。みんながダッティブログやろうが、特化ブログやろうが。で、仮に特化ブログで月に100万円稼げるようになろうが、僕は別にパーセンテージでお金もらってるわけでも、コンサル料もらってるわけでもないから、正直、一員にはならないんですけど、だから、まだまだ、何かに忖度をしてそんなことを言う必要がないので、だから、まあそれが合ってるかどうかっていうのはまた別の話ですよ。<laughs> 僕の話だって、で間違ってる話もいっぱいあると思いますけど、 まあでもそれはしょうがない。考え方の違いとかいろんなこともあるし、僕だってそんな間違ってることは全然あると思うけど、それでもなんかミスリードしてやろうとか、わざわざこっちの方を言ってやろうみたいなのがあるかって言われたらそんなのは何もないので、まあだから参考にしてほしいなとは思いますよね。特に初心者の人だったら、だら初心者の人の考えることと僕の考えることだったら、多分僕が考えることの方が合ってる可能性が高いので、だったら素直に言うこと聞いておいてもらったら無駄なことせずに済むんだけどなとは思ったりする。 ブログ作成以降10記事ぐらい投稿し、1年ぐらい放置しているブログがあります。今から内容やキーワードが伴った記事を定期的に投稿していった場合、このブログが上がる可能性はありますか記事投稿しないまま放置していたことでブログの評価が下がって今後記事を投稿しても上がらないとかありますかまあ、ありますね。それで言うと。全然可能性はある。え、だからやりたいんだったら新しくブログ、うん、ドメイン取る方が無難ですよ。まあ、今のやつでやってもダメかって言われたら別にダメじゃない。別にやってみて SEO 上がるかどうか確かめて、ダメだったらやめればいいけど。 なんかその辺のなんか押し引きみたいなのを考えるの難しいじゃないですか。じゃあどうだったらそれがうまくいくのかどうかとか判断ができないですよね。じゃあ新しいのでやっちゃえば。そんな,んなの。プラスがもしもあるとしてももうビビたるものなので1年前からブログをやってるっていうことに対するプラスって。だって記事も投稿されてないわけなんで定期的に。だから別に新規ドメインを取ったところでマイナスがないから。なんかわかんないんだったら別に新しくドメイン取っちゃえばいいんじゃないかなっていうのが僕の考え。わかりやすい。その方が。 続いて、時短のために会議の記事録作りに、MP35AI などで文字起こしてくれるサービスを探してるんですが、何かおすすめはありますかまあ、僕はノッタを使うことが多いですけど、文字起こし AI サービスなんていっぱいあると思うので、なんか探してもらったらいい感じの出るんじゃないですかね。僕はずっとノッタを使ってるんで、その流れでノッタを使うんですけど、これが一番いいのかって言われたらわからないです。正直。唐突に全然関係ないけど、明日、リベダイの埋めたオフィス、 てか、リベシティの中で、ま、ラメダオフィスで実際,実際やるんですけど、なんか多分来れない人向けにはオンラインで配信やるのかなあの、ヒトさんと一緒にセミナーやるんで、あの、現地に来れる方は、現地で、そしてオンラインでの参加の方はオンラインで、ぜひ参加してください。リベシティ入ってないと見れないと思うんですけど。でもわかんない。ごめん。この情報も間違ってるかもしれない。<laughs> これわかんないんだ。それ呼ばれてるだけだから。 何にもやってなくても全部丸投げで、当日この時間にここに行ってくださいって言われてるだけだから、間違ってる情報があったらごめん。各自エビデンスを探して、自装を探して。関東でも中地さんセミナーやってください。関東はまあ微妙かな <laughs>。遠いんですよね、純粋に。泊まりとかができないから。まあ絶対にやらないとは言わない。まあ昼からでも、まあなんかのタイミングで。めっちゃ前にやったことあるけど何回か、関東でもセミナー。最近はね、なかなかやれてない。 チャンネル登録よろしくお願いします。